はいどうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。赤羽レイジです。さあ、本日なんですが、皆さん、ついに新パックにてね、最強モンスターがね、追加されましたんでね、DDD 社長、まあ、社長ですね、社長。社長が追加されましたんで、DD 組んできました。はっきり言っていいですか、このテーマ。むずすぎる。マジで、このテーマ、むずすぎる。一応、結構僕勉強しまして、このテーマの回し方をね。で、初動パターンいくつかちょっと、メモったんですよ。ちょっと見ていただいていいですか、これ。これ全部初動パターン。これ。これ、ヒラテックテキストかなっていうね。やばいこと起きてるでしょ。これがですね、DD のすべて。あまりにもパターンが多すぎる。もうこのテーマ何、どういうデッキかって言われてるかっていうと、なんかその脳トレテーマって言われてまして、遊戯妖怪の。マジでね、展開パターン多すぎなんですよ。まあ今回は、まあこの、デッキをね、使って、頑張ってデュエルしてきたので、動画にしてきましたので、ぜひね、最後まで楽しんでいただければと思いますが、プレイングかなりガバいのでご容赦ください。で、新しくね、新規で登場したこのデスマキナっていう、このモンスターがめっちゃ強くて、モンスター効果で、デスマキナ1体しか入れないんだけども、相手フィールドのモンスターの効果が発動すると、契約書を破壊するか、このカードのエクシス作用を2個取り除いて、相手のモンスターパクるっていうね、そういう効果が、あるんですよ。で、向こうにはしないんだけど、パクることができるんで、結構ね、制圧できます。相手のリンク数が伸ばせなかったりいろいろあるからね。で、この2番の他に対地制限がついてないっていうのが意味わかんないことが起きてるんで、契約書をめっちゃ貼っとけば、なんかこいつ1体で相手のモンスター4回パクるとかもできます。簡単に。もうめちゃくちゃ強いです、これ。で、自分のスタンバイフェーズにこの、カードを P ゾーンに置くっていう一応、こういう、そういう効果も、ありますと。いうことですね。まあ、このデスマキナしかもなんか出し方が、なんか DDD、モンスターの上に重ねてエクシーズ召喚できるっていう、これ別にエクシーズモンスターの上とかじゃなくてもいいですし、もう DDD であれば何でもいいんですよ。だから、まあ、こういう適当なリンクモンスターの上に重ねて出すとかもできますんで、これめっちゃ強いです、これ。はい。非常に強力。でですね、回し方。このなんか呪文がね、知りたい方は、ちょっとなんか適当なブログかなんかに載せとくんで、知りたい方はちょっと、そっち見てください。はい。早速ね、この、スーパーノートのテーマやっていきましょう。デュエル、スタンバイ。コペルグリフォン。コペルグリフォンは一番強かったですね。コペル召喚。さあ、ここでカンペの出番ですよ。カンペの出番。ルートは全部カンペにね、まとめておきましたんでね。このカンペを見ながら回すとかいう、なんか遊戯王としてはあるまじき謎の行為を今してます。はい。右側にね、カンペを置いてね、このカンペ通りに回すっていうね。ルート多すぎてこのデッキ覚えられん。まずはビル画面と、リンク召喚していきましょう。おかしいよな、これ。オッケー。で、ビル画面からのビル画面総括と、DDD にのみ許された最強効果。デッキから、ペンデュラムスケールを2個置くとかいうやばすぎる効果。これによって、オルトロスと、それから、アビスを、アビスじゃない、トーマスをセッティングしていく。はい。おい。オーケー。ほんで、ペンデュラム召喚やな。ちなみに、ルート知りたい方はね、なんか意見が多ければなんかブログかなんかにまとめて、ルート呪文みたいな、やべえ、なんかヒーラテックテキストかなみたいな量の、テキスト量があるんで、ニルバーナハイパラディもびっくりのテキスト量があるんですけども、まあ、これなんかちょっと、要望があればね、ブログにまとめて、どっかに掲載していこうかなと思うんですけど、はい。私が、まあ、いろんな記事とか動画を見て勉強したのルートをね。はい。で、オルトロスとシーザーをぶち壊していく。で、シーザーは、フィールドから墓地を送られると、契約書を持ってこれるというか、やばすぎる効果があるので、で、これでマシン用の契約書っていう、まあ、融合の、やつを持ってきて、でですね、トーマスで、オルトロスを回収します。これは後で出して、サイフリートの、まあ、素材にするためですね。でですね、ネクロの効果を発動していく。ネクロコペルで、テムジン。ネクロと、まあ、社長絶対こんな感じで回してないけどな。でももしかしたら社長もそう、こうやって回してるかもしれないぞ。でも。いや、ルート覚えられるわけない、こんなの。いや、多分ね、社長もカンペね、カンペ見ながら回してんだ、あれ、実は。アニメは。実は、カメラマンがカンペ出してて、テレビのディレクターみたいな感じで、社長も絶対そう。デスマキラさん、召喚ムービーねえのか。
で、テムジンの効果でグリフォンを特殊召喚、これはマジ雑談性の間違いマジでグリフォンの効果発動、デッキから DD カードを1枚手札に加えることができるので、これでアビスを手札に加えさせてもらうぜ。トゥ、そしてアビスをペンデュラムスケールにセッティング、そしてマシン王の契約書発動、マシン王の契約書の効果発動、これによって、フィールドと墓地から融合素材を、墓地を送りまたは除外し融合召喚をすることができる、テムジンと、シーザーをゲームから除外、現れろ DDD 劣化をテムジン、そしてテムジンのが特殊召喚成功した場合アビスラグナフの効果発動、自分の持ちの DD モンスター一体を特殊召喚し1000ポイントのダメージを受ける、そして1000ポイントのダメージを受けたとき手札のオルトロスの効果発動、自分がダメージを受けたときこのカードを手札から特殊召喚できる、現れよアルトロ、オーケー、そしてレベル6のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚 DDD 怒涛大王シーザー、あまりに強い、そしてレベル4のグリフォンにレベル4のオルトロスをチューニング、シックル召喚 DDD 受血王サイフリート、うわこれが DD 最強展開、これが最大展開、手札2枚からこの展開ができます。おかしいですね、手札2枚からですよこれ、頭おかしいですかこのデッキは今現状何ができるかっていうと、ドト大王シーザーで特殊召喚する効果を無効にし、2回ね、でサイクルートで魔法トラップカードを無効、そして、DD デスマキナで社長デスマキナで、社長ですね、社長デスマキナによって、相手の、モンスターが効果発動するとそれとパクるっていう効果を、1回 2回打てますね、2回3回か1回で、破壊してパクって、あ2回だ、2回2回打てます、つまり 1,2,3 1,2,3 4,5 6妨害、6妨害妨害しすぎだろ、とりあえず、ハルウラでちなみに7妨害、今増殖してるチームを妨害と例えるならば、8妨害ですね、はい、相手の動きを8妨害していくことができます、抹殺もワンチャン刺さる可能性がありますけども、さあどうする、この、7妨害か、実質7妨害の前にヒレフスがいい合憲、あーこれあれやな、不安やな、不安ダリーズやな、ここ止めたらいいんじゃねえか、不安ダリーズは増殖する時に通んねえからな、これもう受血をサイフレートでこれ合憲止めたらいいんじゃねえこれ、あのデッキは結構事故るからね、受血をサイフレート多分使わない気がするから、受血をサイフレートさんの効果ここで使ってしまって、で初動札を引かないことを祈る、さあどうする、我が社に鳥は選んだよ、何あのイグルンは初動になってない、イグルンは初動になってない、デスマキナの効果発動、デスマキナの効果によってこれデスマキナでさリリースアイになってるあのモンスター全部爆裂からめっちゃ強いんじゃねこれこれさリリースアイになる前に下敷きにしようとしてるモンスターパクるからさ、これデスマキナめっちゃ強い説ある、はい、いいですよ、エンペンどうぞご自由にどうぞ、おっとおっと、ザコイザコイぞ、クソザコ展開じゃん、不安だりさ、どうしました、まあ、鳥は我が社にはいませんからね、あ、まあ、一応今傘下に入れましたけどいらねって言いながら今傘下に入れましたけども、グリフォンでいいか、グリフォンを持ってきて、はい、でマジックトラップカードは今無効にできるんでとりあえずバトルして、でこれで全部ぶん殴ったら勝ちなんじゃないでしょうか、はい、さあどうした、外長軍だ、息してるか、うちと合併するか、おい強えこのデッキ最強だ、デュエリストカップなるものにチャレンジしようと思います、この最強デッキで、いやーこのカンペ見ながらデュエリストカップ挑んでるのやばくないですかなかなかカンペをね見ながらねデュエリストカップをね、あーなるほどこれあれですね、ホープデッキですね、なるほどですね、増援ですか、あー増援は止めなくてもいいか、さあオノマトデッキということは、まあ、おそらくなんかそのオノマトピック、違う、なんだっけ、あのオノマトなんか2枚も手札1枚してでなんかオノマト系の
やつ2枚持ってくるあのカードをね止めればいいと思うんですよね。これはこれではない、これではない、これではない、はい、それ持ってくる。で、これやな、お前、これや、手が一番捨てて、いや、これはさすがに、これでさすがに、うららをぶち込んで、で、さすがにこれで、21交換してるから、展開できないで止まれ。これ止まれ。オノマトはね、ここにうらら当たるのが一番つきづらいんですよ。まあ、自分で使っててそう思いました。デッキ作ったことがあるんで見てください。何？聞いてねえよ、持ってんのかい、聞いてねえよ、マジかよ。見かけし、やばい。ドドドドワーフをサーチするカードですね、これは。ドロドドワーフだかなんだかをサーチするカード、いや、やばい、マジで。いや、持ってんだったら言って、ちょっとまあでも今のところに当てるような、どう考えても。で、ドロドドワーフからのズバワンチョガーコートで、オノマトも出して、オノマトでドロドドワーフも出していくか、スタイルか、これ。いや、これどこまで行くんだろう。まあ、とりあえず未来竜王は絶対出すね。いや、信じられた一滴あってよかったわ、マジで。一滴なかったら絶対返せない。そもそもだけど、俺、あれなんかな、貯蔵札引けんのかな。なんか、金券でなんかちょっとめくってさ、なんかそのコペル、まあ、グリフォンかなんか来ないと、グリフォンか、まあ、門か。あたりか、門が一番強いな。門がかなんか来ないとちょっと厳しいぞ。で、まあ、ここで未来竜王だろうな、多分。はい。で、お手軽最強モンスター、未来竜王ホープさんが出てくるというところまでは確定。御影獅子とか巻き込んで出して恥ずかしくなるか、未来竜王。お前、おい、こら、ガガとか巻き込んで出せや。俺も御影獅子巻き込んで出してましたけどね。で、ここで何？ホープダブル。いやー、おかしいなぁ。うららで完璧なところを止めたと思ったんだけどなぁ。うららを。なんでこんな盤面にできてるんだ。おかしいなぁ。なんでや。で、ダブルアップチャンス、ダブルアップチャンスからの、ダブルアップチャンスからの、ホープ。はい。で、ホープ出てくる。で、あれか。ホープワン、ホープワン、これ、まあ、ドラグナーですよね、多分ね。ホープワンドラグナーのパターンだよな。で、ハイパーランクアップマジック来た、ユートピアフォースで、これで、希望をホープワンの上に重ねて、これマジで俺、これ大丈夫、これ大丈夫かな。希望をホープドラグナー来た。で、ホープドラグナーの効果で、ここで何が出てくるか。まあ、タイタニックギャラクシーとかだったら、まあ、ディアブロシス、あ、エクストラ破壊か。エクストラ破壊はね、一応デスマキナとか、ビルガメンさん2枚入ってるから、シーザーが一番きついかな。シーザーを、なんか、破壊されると結構厳しい。いや、でも多分これ、アーゼウスだろ、これ。でも相手、抜くの。おそらく。ちげえかな。いや、他何抜くか分かんねえだろ、相手これ。DD 有志じゃなければ、何を抜くかは分からないと思う。何抜いた？アーゼウスか。OK。アーゼウスね。了解了解。DD 有志じゃないと何抜いていいか分かんないよね。ドロー。あ、グリフォン来た。強い。グリフォン来た。強いぞ。いや、これ、金券で、あー、そこ先打っちゃうか。なるほど。一滴打たないといけなくて、敵打たないといけなくて、で、あ、これ墓穴チェン、墓穴打ってからでよかったか。墓穴チェーンでよかったな。墓穴チェーン一滴でよかったわ。ちょっとミスった、まあ、いいや。これで、ですね、ディアブロシスもどうでもいいから、未来竜王さんとドラグナーを無効にして、で、ディアブロシスもどうでもいい。で、こことここで、これでコペルグリフォンで回していけばいいんだね。あの手札は何でしたっけ、ダブルアップなんで、これ召喚するんじゃないですか。コペルグリフォンムーブですね。コペルグリフォン最強なんで、コペルグリフォン最強だから、コペルグリフォンして、未来竜王は今効果無効になってるからあんまり関係がなくて、はい、まあ、そのチェーンうるさいから早く使ってもらった方がいいもんね。はい。で、
未来竜王ホープさんの効果は無効で、コペルニクスの効果で、ね、ネクロスライム。いやでもこれアドリブできないよ、俺履修した、俺カンペに書いてあるルートしか覚えてないから本当にカンペに書いてある、こんな社長は嫌だ。カンペを回しながら自分の敵を回す赤羽レイジ、ビルガメスを出していくしょうがないじゃん、だってこのデッキ正気ですかっていうぐらいルート多いんだもん。おかしいよこれ、これ全部覚えようと思っても無理だからね、こんなのマジで。なんか一生 DD 使ったら多分覚えられるんだろうけどさ、いや明らかにねこのデッキね、アタオカルート数なんですよね。やっぱペンデラムね絡むとねこうなるからね、ほんとやめてほしい、ペンデラムという悪の文化で。シーザー出して、これシーザー抜かれてたらかなりやばかったからね。これだからシーザーがさ、何抜かれてるとこの動きできないんですよ。だからこの履修した動きができないので、でこれでオルトロスを破壊しないと、後で回収できないんで、オルトロスを破壊しないといけない。これ本当はねオルトロスって相手のカードも割れるんですけど、これトーマスでオルトロス回収して受血をサイクルでまで出すので、ちょっとですね、まあそこが、まあ、難点というか、まあ、これオルトロス終わんないといけないというね、展開途中ね。まあ、手札2枚から、どでけえモンスター3体並んでるのかなりやばいけどね。で、ネクロと、コペルで、いや、普通はこんなに動けないよ。で、テムジン出すじゃないですか。はい。で、テムからの、ビルガメスを昇格昇進させて、ビルガメスくん、君今日から社長ね。君今日から社長ね。ほんで、テムジンの効果でグリフォンを蘇生。はい。オッケー。いや、これコペルニクスグリフォンは結構なんか流れるような。なんかあんまりカンペ見なくてもいけるようになってきた。で、DD グリフォンからの、アビスを持ってきて、で、アビスをペンデラムスケールにセッティングしていく。そして、マシン王の契約書も発動していく。でだ。で、ここでマシン王の契約書の効果、テムジンですね。テムジンと、シーザー。あ、でも待てよ。これさ、待って。あ、これ、打点で抜けなくね？やべえ。やべ、ちょっとカンペ道路に展開してたら、ちょっとなんか打点で抜けない説がある。これ今、カエサルだったのでは？カエサルラグナロクくせえな。これ待って、2800じゃねえよな、あれ。やべえ、ちょっと待って、ホープドラグナーどうやって抜くんだ、あれ。ホープドラグナーくん、これどうやって抜く？あれ、これもしかしてこれ、ミスったこれ展開。いや、こいつ出したところ意味ねえもんな。やべえ、カンペ道路に回した弊害で、なんか、相手の盤面を処理するモンスターを出せねえ。これ、カエサルラグナロクだったくせえな。カエサルラグナロク、あ、でも、まあ、カエサルだと？カエサルだったくせえな、これ。これ、カエサルで、ホープドラグナーパクッティに行った方が強かった説はあるが、まあ、いいかも、ホープドラグナーどうせ、なんか、あんまねえし、素材が。素材ねえがいいや。これ、とりあえず、これ、分かるじゃないですか。で、墓地に、ゼアルス、ホープ聖者だっけがいるから、多分ね、ドラコンね、竜王さんはね、2回殴んないと破壊できないんだよね。戦闘効果打開される場合、なんか、その政治さんの効果でなんかですよね。で、政治さんで除外して、でもう一回殴る。はい。でだですね、これでエンドだな。やばいな、これ返されたくせえな。ホープドラグラー残っちゃった。まあ、残っちゃっても、まあ、言うてこいつはまあ今そんな何もしないから別にいいけど、攻撃宣言時になんか攻撃力をゼロにするっていうだけだから、まあその後が使ってくるんだったら一応シャチ王デスマキナさんでパクれるんで、まあいいんですけども、2800しか打点がない結果、ホープドラグラーさんに普通に戦闘で抜かれるっていう。やべえ、これ返されたったくせバトル。やべ、どっち、あ、そっち、なるほど。まあ一応受血を再振りた方がさっとか。で、オノマトピックの効果を無効にしといて、はい。いってー、サイフリートくん。で、ライフ回復。オッケー。まあでも、これで、
アーゼウス重ねられても1素材しかないから大丈夫 でオノマトピック効果発動してオノマトピック効果発動して発動時効果処理で、オノマト持ってくるけど、まあ、これは止められない。相当ガバいねこの社長。俺が操る赤バレージ相当プリングガバいね。カンペ見ながら回してっからね。ええ、それはガバいよ。カンペ通りだもんやってることで。ダブルアップチャンスを、墓地を送ってオノマトペアの効果によってオノマト系のモンスター2体持ってくるが、いや特殊召喚系の効果大体あるからさあいつら。だからね、あのエグゼクティブシーザーさんのね効果クソ刺さると思うんだよね。これ特殊召喚する効果含むモンスターの効果、魔法トラップカードの効果をなんか2回無効にできるんですよ今。はい、でこれ無効にします当たり前に。で DDD 怒涛大王エグゼクティブシーザーの効果と、お前許可、お前クビだ、お前クビだ、お前クビだ、帰れ。よしで、モンスターの打点をアップするぜ。さあ DDD、シャチオデスマキの打点をアップしていくぜ。やべえ最強、アマーニ最強。さあどうする、あーそれも無効だ、ドワーフの効果無効だ。 DDD ドドダイオーエクセプティブシーザーの効果発動、特殊召喚の効果を含むモンスターの効果を無効にして破壊することができる。残念だったな。さあ残念ながらお前の効果は無効になった。これでオノマトピアは完全に棒立ちになるであろう。エンド OK。 これ満を持して、いよいよ満を持してこれカエサル・ラグナロクっていう最強モンスター出せばいいですね。でまあ1000番受けましょう。でカエサル・ラグナロクとかいう最強モンスター出していく。墓地にまあ、DDD いるので、テムジン、テムジンでテム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 で現れろ。 DDD 怒涛開示を、怒涛開示を、怒涛開示を、カエサル・ラグナロクからの、アビス・ラグナロクの効果、うわプレイングがばいのは許してください。あーなるほど、オルトロス・トーマス門下、これはね、オルトロス、オルトロス、オルトロスコペルだね、これは。コペルオルトロスのムーブ。はい。これは履修済みです、このルートは。このルートは履修済み。マジでこれ受験勉強だから、このデッキ。本当に。ちょ、マジで DD 組みたい人は覚悟した方がいいよ。マジでただの受験勉強。思い出すもん。高校の頃の受験勉強を。地獄みたいなさ、まあ、覚える量だからさ。本当に。で、ここでオルト出して、で、オルトコペルビルガメス。オルトコペルビルガメス。で、ビルガメスで、オルトロスアビスね。オッケー。オルトロスアビス。で、ビルガメスからのオルトロスアビス。で、ビルガメス効果と、このビルガメスって本当 DD しか出せない代わりに本当ぶっ壊れとるんですよね、効果。あのね、許され、あまりにも許されないこと書いてある、これ。本当に。なんかデッキからペンデラムスケール2個置くっていう。どんだけ強い。で、ペンデラム召喚ですね。ペンデラム召喚、コペルオルトロス出していく。はい。このね、3から5のペンデラムスケールっていうの強いよね。結局4が出せるから、どうせ。で、オルトロス効果はどうでもよくて。で、シーザー出していく。まあ、基本的にはこのレベル、なんかおなじみムーブみたいなね、シーザーを出してオルトロスで割るっていうムーブで、なんかマシンを持ってくるみたいな動きが意外といろんな、あのルートの中に含まれてるんですよね。で、オルトロスの効果と、で、シーザーを叩き割って、で、オルトロスを破壊していく。で、シーザーが叩き割られると、効果でマシンを持ってこれる。で、ネクロスライムが、墓地落ちないんで、ちょっとね、まあ、工夫がいるというね、話がありましてね。で、ここでデスマキナを出していく。はい。これ、守備だったかな。スタイフレットいればライトニングソードとかケアできるから、攻撃表示なんだけど、これ守備表示かもしれないね。まあ、でも守備力低いんだよな、なんか他のモンスター。だったらどっちにしてもみたいなとこあるよね。で、対象とするのを、シーザーにして、で、シーザーの上にテルを出していきましょう。はい、1000番食らっていく。まあ、大体ね、ライフはね2000になるね、初手で。
先行で。で、シーザーの上重ねてテル出して、で、テルの効果発動して、で、テル君の効果で怒涛シーザーを、もちろん食って、こいつ打点下げて1000番。で、マシン王の契約書を発動する、テルの効果で、ネクロを落としていくっていうスタイルですね、これね。で、テルシーザーテムジン、1号機。1号機、テルシーザーテムジン1号機。テルとシーザーでテムジン1号機。はい。はい。はい。で、テル墓地送られたので効果。で、デッキから DD が契約書を墓地送れるんで、これでネクロを墓地に送っていく。あれ、ネクロどこや？これか。ネクロを墓地送っていく。で、ネクロの効果発動する。で、ネクロの効果で、ネクロコペル、2号機、あ、テルでいいか。ネクロテル。ネクロテルでいいな。ネクロテル。で、2号機。はい。で、テムテム効果発動。テムテム効果で一応コペルニクスを特殊召喚しておくか。オルトロスいるし、もし生き残ってたら次のターンでしょ。受験層出せる。で、こうして、で、トーマス。あ、これあれか。先に回収してたら出せたのか、これ。これあれだわ。うわ、ミスったわ、これ。いや、これトーマス先で回収してたら、これ受験層まで出たわ。うわ、最悪だ。ちょ、むずいって、それ、そのルート履修してないもん。そのルート履修してないわ。マジか。これトーマンスビーテだから、これ先にトーマンスで回収したら出ただわ。いやー、むじー、このデッキ、このデッキバリむずい、マジで。もうほんとになんかルート多すぎだって、このデッキパターンが。もうちょ、もうちょっとさ、なんか、いや、聞いてないわ、マジで。金玉はマジで聞いてない。ちょ、マジで。やめろー。なあ、入ってんのこれ、もしかして。もう入ってるか、消費者の時入ってた。うわやめろー、そんなことをしてはいけない。でも 4000?なんか耐えた。嘘だろ。うっせやん。